本気です。
出てきたのが東京都ですね。日本の伝統や歴史、京都の特徴を音に合わせて表現し、世界中から集まった選手に日本の多様性やその歴史の深さを感じてもらいたいという思いが込められています。これは新鮮なんですね。忘れないとあなたはいた。
援してくれた人全員にこのまま借りて感謝したいと思います。本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に感謝の気持ちいっぱい、感謝の一言ですね。ありがとうございました。準決勝では中部選手に全然歯が立たなくて、そこがすごく悔しくて、中部選手に勝ちたいっていう気持ちはすごく強いので、これからもそこはずっと変わらない。久保、今までサッカーを蹴ってきてこんな悔しいと思ってないし、この気持ちを忘れないようにできればなと思います。西野とかさ、ロンブのアツシとかさ、一切見てないとかって言って嘘吹いてんだよ。東京オリンピック自転車競技ロード、コメントしてんの。女子のレースがスタートしていきました。立場上そうなっちゃう。さあ動き早速ありましたね。ちなみにオーストリアの筋を通して見ないっていうのは県立大学で数学の修士号を、それからスペインのカタルーニャ工科大学で応用数学の博士号を取ったというヒーゼンホーファーです。純粋に選手の方を見てればいいのに、私たち別にもういいよ、そんな人相手にしない。現在はチームが所属していないということで、わずか7年前、2014年に自転車の競技を始めました。差がつきました。いや、この走りというのは計算から生まれた走りなんですかね。逃げ切ったらドキモを抜かしですね。I was just trying to get to the line. My legs were completely empty. I've never emptied myself so much like in my whole life. あ、本コース入ってきましたよ、キーゼンホーファー。そして右争いが混戦。ただキーゼンホーファーは遥か先です。スタートのアタックの時は誰が予想したでしょうか。
ね。I couldn't believe it. Even when I crossed the line, it was so like, oh, is it done now? I sacrificed everything, even for like a top 15 place, and now to get this for all the sacrifices, it's just such a reward. It's incredible. すごいね。一生懸命。勢力図が変わりつつある男子バレーボール。決勝は世界ランキング4位のフランス、3位の ROC、ロシアオリンピック委員会の一戦です。フランスの第1セット、セットポイントです。負けたいな。ネットインになって、しかしそれが幸いすぎた。ミハイロフ、拾った。2回戦。第1セット、フランスの
世界で通じないような感じとか。決戦の時が来ました。東京オリンピック野球競技決勝です。日本対アメリカ、日本が勝てば正式競技となってからは初めての金メダル、一方のアメリカが勝ちますとシドニー大会以来の金メダルということになります。さあこちら森下、先発マウンドに上がりました。インコース振らせました。外、三振です。バットは回りました。バット回った。千賀がマウンドに上がりました。ここはストライクです。見逃し三振。日本はもうプロだ、すごい一番のプロ出してるの。まあ、ああいう人は活躍の子が全員出てる。ワンアウトランナー二塁です。もう日本だし、山坂と迎えます。まあ、ペナントレースに支障のない日本のシーズン、プロ野球シーズン、本当のプロ野球シーズン。そっちの方が大事なんだ。本当、そうだよ。お金稼げるもん。お金が入れなくなるってことよ。オリンピックに出場するってことは。オリンピックはお金入らない。ならない。それは商売だから、通常の大リーグのレース期間中と、日本のプロ野球のレース期間中と、お金を稼ぐためにっていうのは、支障が出るの、営業の営業とか。費用対効果が見合わないと思ったんでしょ、アメリカとか、オリンピックに出ても。なお金だからね、すべて。それはしょうがない。
母国ブラジルです。今回連覇を達成すれば史上5チーム目のオリンピック連覇達成です。スペイン代表です。日本を破ってこの決勝戦に届きました。東京オリンピック男子サッカー決勝、ブラジル対スペインの一戦です。右のアセンシオ、この選手の左足正確、そして親御様のヘディングを落としたところ、これはどうだ、クリアした3番のジエゴ・カルロス、クリア。どっち勝ったの？ギリギリのところ、よく戻しましたね。ナイスプレーでしたね。連覇を狙うブラジル、キーパー浦井シモン、おっとこれは、これあー、浦井シモンが飛び出したところ、クーニャと接触がありました。PK です。ブラジル先制なるか。37分から38分になろうかというところ。あっと、これは外した。クラウジオのクロスボールが入ります。逆サイド、ラピアルです。上がってきていました。こんなの、まだ来るの前、来るね。おお、入れた。先制ブラジル、9番のクーニャ、ブラジルが前半終了間際先制ゴールです。さあ、ソレールが抜けてくる。ソレールから逆サイド、おやつさん、また、完璧なゴール、スペイン同点。あ、スペインか。見事に崩しました。いいですね。すげえな。入りましたよ。そしてブライアン・ヒューのシュート、クロスバー、見事な左足のシュートを見せました。東京オリンピック男子サッカー決勝、1対1で延長戦に突入します。1対1で剥がせればチャンスになる。逆サイドにマウコンが走っている。スピードがあります。バジェホドの1対1、マウコンが勝った。3番コン、ゴーラー、決まった。おお、見事なカウンター。17番マウコン、そのスピードを生かしてブラジルの追加点。いや、もうさに一戦という、そんなゴールでした。ここで今試合終了の笛が吹かれました。ブラジル連覇、史上5チーム目、南米のサッカー大国ブラジルがこの東京で見事にこの延長戦を制しまして連覇を達成しました。シングルスで銅という過去最高の成績を収めた。来たる東京オリンピックでは悲願の金メダルが期待されている。そんな卓球日本躍進の裏には驚きの神進化が。今回語ってくれたのは、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リオオリンピックで銀と銅、2つのメダルを獲得した水谷隼。トップアスリートが肌で感じた神進化とは。自分のプレースタイルっていうのは大きく変わってきます。一番大事なものです。プレースタイルに関わる一番大事なものが神進化。そこで我々が向かったのは卓球
器用品の総合メーカー、タワス。1950年の創立以来、他のスポーツには手をつけず、卓球一筋。国際大会でおなじみの卓球台をはじめ、蝶のマークのバタフライブランドで知られる卓球用品、ウェアやシューズも卓球オンリー。国際大会では出場選手の半数以上がバタフライブランドを使用。日本が世界に誇る卓球用品の最大手。業界トップだけに悲鳴検査をした開発部長の土屋さんは優しそうだ。バタフライのさまざまな用具の中で神進化を遂げたものとは。とその前にちょっと気になったんでこんな質問。こちらタマスさんじゃないですか、会社って。はい。でも商品名はバタフライ、なんか水泳みたいな。ああ、はい。しちゃったんですけど、はい、バタフライっていう名前だった由来って何なんですか。バタフライっていう名前は弊社の創業者であるタマス彦助の、選手を花に例えるならば私たちはその花に使える蝶でありたいという思いが込められています。選手という花に使える蝶でありたい。バタフライにはそんな素敵な思いが込められていた。そんな卓球界を支え続けるバタフライがどんな神進化を起こしたのか。これです。ラケットってことですか。いえ、ラケット全体ではなくて、ラケットに貼ってあるここのラバーの部分です。これが神進化を遂げたんです。卓球の神進化、それはラバー。ラバーとはラケットの打球面に貼るゴム製のシート。このラバー、さまざまな特性を持った種類があるという。トップ選手が使ってるラバーには裏ラバー、表ラバー、粒高ラバーの3種類があります。ラバーは3種類。表ラバーの特徴は表面を覆う粒々。ボールと接する面が少ないので球離れが早く、相手の回転の影響を受けにくい。あまり回転がかけられないが速いボールを打つことができる。反対に平らな面を表にするのが裏ラバー。回転がかけられる上、威力のあるボールが打てる。水谷選手を含めトップ選手のほとんどが回転がかけた強いボールが打てる裏ラバーを選んでいる。粒高ラバーは表面の長い粒が曲がることで相手のかけた回転を利用し、さまざまな変化球を打ち返すことができる。そしてラバーはこれらのトップシートとその下にあるスポンジからなる二層構造。このスポンジにも重要な役割が。スポンジの方は相手のボールを受け止めて強く弾き返すという役割があります。それぞれの適したいい組み合わせがありますので、その組み合わせにすると非常に高性能なラバーにすることができます。トップシートとスポンジ、この2層を改良することでラバーは進化してきたという。ちなみにラケットにシートを貼る文化は卓球が生まれた頃からのものであり、1800年代後半に貼られていたのはなんと羊の皮だった。現代のラバーはゴムが劣化していくため当然貼り替えが必要。その目安は、一般の方でだいたい数ヶ月から半年ぐらいが目安と言われてまして、ただトップ選手になりますと試合で使っていけばいくほどこう表面が摩耗して性能が低下していくものですから、買い替える頻度が非常に早くというふうに聞いています。ラバーを張り替えるペースとタイミングには水谷選手にも強いこだわりが。平均すると大体3日ぐらいで新品のラバーに変えます。3日、はい、ペース的にはめちゃくちゃ早いと思いますね。早いですか、はい、これか下ろしたてでやりづらかったり不安があったりするのかなと思うんですけど、はい、そうではない。
その試合の2日前に帰るようにはしてます。僕は1日空けたりとか、まあ、2日空けたりとかっていうのが一番いいラバーです。なので決勝戦が例えば日曜日にあるってなったら、金曜日にラバーを変えて日曜日の決勝戦に備えます。最もしっくりくるのが2日くらい使ったラバー。そのため決勝戦の2日前に交換するという。しかしそこにはこんな不安も。そこはだから勝負なんですよ。自分の中ではあんまり好きじゃないけど、そこは乗り切らないと日曜日にパフォーマンスできないんで、毎回金曜日は勝負の日だと思ってます。だから見据えすぎたせいで初戦とかで負けちゃうっていうパターンもやっぱりあるんで、その辺はやっぱり気をつけなきゃいけないですね。ちょっと苦労してるなとかは新品の使ってるのみたいな可能性はなんか調子悪そうだなと思ったら新品の可能性あります。これからは決勝戦2日前の水谷選手に注目です。ではこのラバ、一体どうやって作っているのか。主な原料が天然ゴムになりまして、まあ、最近ではより弾みが強い合成ゴムをこう天然ゴムとブレンドしたものが多くなってきています。最高級の天然ゴムに弾みがついた合成ゴムをブレンドすることで進化を遂げていったラバ。そのラバーに求められているものが反発力。僕ら選手というのは威力というものを用具に求めるんですけど、今のラバーの方がすごくボールに回転がかかりますし、ボールにスピードが出るようになったので、それが合わさって威力ということになっていると思います。ボールの威力が増す反発力をいかにして強くするのか。より反発力を強くするためにラバー自体にテンションをかけてるんです。テンション、はい。ゴムを伸ばしてこうピンと張った状態と、まあ、同じような、効果を、まあ、持たせています。どうやったら反発力が高められるんですか詳しいことはお話できないんですけども、原材料を加工するときにバタフライ独自の配合技術によって弾みを高くする調整をしています。そこは企業秘密。申し訳ないです。ヒントだけでもダメです。そうですね、ちょっと分かりません。強い反発力を生むテンション系ラバーの第一人者として業界をリードしてきたバタフライ。進化の歴史の中で3つのラバーが生まれていた。まずは1967年に誕生したスレイバー。これまで天然ゴムだけで作られていたラバーに高弾性の合成ゴムを配合することで反発力の強いラバーとなった。発売した当初は弾みすぎて使えないっていう風に選手に言わせるぐらい弾みが強かったそうで、ただそれを使いこなした選手は次々に世界チャンピオンになるなど活躍をしているとしていたと聞いています。そんなかつてのチャンピオンラバーを水谷選手も幼少期に愛用、久しぶりに打っていただくことに。これスレイバーですね、はい。16年ぶりぐらいだと思います。実に16年ぶりのスレイバー。その感触は、ネットの向こうに立てますけどね、感覚ではやばい、全然飛ばない。全然飛ばないですよ。全然飛ばないですよ。違います、飛ばない。自分の中で、まあ、ちょっと飛ばないかなっていうイメージはあったんですけど、それ以上にこう飛んでいかないっていう。よく昔こんなに試合してたなっていう。ボールがネットを越える時の高さにご注目。水谷選手は高い弾道をイメージしていたが、実際にはネットに触れる低い弾道になってしまっている。納得のいくボールが打てないモヤモヤで表情も曇りがち。
してスレイバーの誕生から30年、さらなる進化で反発力を高めたラバーがこのブライス。バタフライ独自の技術で生まれた世界初のハイテンションラバーで、ボールのスピードと回転が大幅にアップ。もちろん水谷選手も愛用していた。懐かしいですね。懐かしいです、はい、ドイツ時代ブライス使ってたんですよ、入学した時。でこのラバーが出た時がまずこう卓球界にこう革命が起きたって言われて、全員これだったんですよ。ロンドンの時は確かこれでしたね。水谷選手の予想以上にボールを弾き返す反発力が弱いということが分かる。ロンドンオリンピックで使っていたブライスも今はしっくりきていないご様子。そして革命と言われたブライスから11年、バタフライのラバーが神進化を果たす。それが2008年に産声を上げたテラジー。このテラジーを初めて手にした時、水谷選手は最初テラジーをいただいた時に扱いづらいなっていうのはありましたね。すごすぎてだから自分の腕では対応できなかったですね。水谷選手も衝撃を受けたテラジー、一体どんな神進化を遂げたのか。このテナジーというのは一番の特徴はスポンジの性能が今までのものと画期的に違っています。今までのものは非常に反発力が高いのでボールをあまりこう掴むことができなかったんですけども、このテナジーに使われているスプリングスポンジの効果によってボールを一旦掴んでからさらに強い威力のボールを弾き返すことができるようになっています。ここの進化は、まあ、バタフライ史上、まあ、最大の神進化だったんじゃないかと思っています。よろしくお願いします。リオの時がこれでした。これでメダル、はい、これでメダル取りました。このテナジーでオリンピック男子シングルス初のメダルを獲得。その感触はもちろん、もう最初の打つ前のこれで全然違います。ここのもうこのパチンでこれで飛んできますよ上に。試合で勝てますわこれ。全然使えますね、やっぱり。いやもうね、水谷さんの顔がこれこれって感じですよ。これですよ、本当に。これやった試合勝てるだろう。ボールを掴むテナジーで威力の強い打球を狙ったところに打つことができている。反発力とコントロールを両立、それがテナジーの神進化。その差は言うまでもなく一目瞭然。水谷選手にも今日一の笑顔が。ではテナジーでどんなボールが打てるようになったのか。やっぱり浅いところのボールって
ファンの子につくじゃないですか。で、上がった時に、やっぱ打てるんですね、このもう広い範囲に相手がコートに、はい、角度的にですね。で、深いところだと、やっぱりもう打つことが、やっぱりこのもう、このエンドラインぐらいにしかやっぱ返球って難しくなってくる。なので、みんなこの深いライン、なおかつ回転をかけたボールっていうのを全員狙うんですよ。一番いいボールは深くて回転があるボール、それが一番取りづらいです。それを僕ら選手では求めてるんですよ、毎回。来たる東京オリンピックに向けて作られたのがテナジーを改良した最新ラバー、ディグニクス。その性能は一言で言いますと、テナジーの特徴であったボールのこう掴みやすさと強い反発力というのをさらに進化させたようなラバーになっています。現在このディグニクスを使っている水谷選手は、テナジーとディグニクスはでも打った感じかなり近いですね。はい、かなり近い気がします。やっぱりディグニクスはちょっと上に行くっていう感覚はあるんですけど、あとやっぱり受け取る側ですよね。受け取る側がどういう風に感じるかっていうのも大事だと思いますね。いいのはやっぱりボールがこう伸びてくるっていう威力があるなっていう風に。これでじゃあ東部ですね。はい、はい、ご全力で頑張ります。最先端のラバーとしてあり世界の頂点を目指す水谷選手。水谷さんにとって神進化したテナリ、はい、ディグニクスとは、はい、僕たち卓球選手の最大限のパフォーマンスを引き出してくれるラバーです。ラバーの神進化で大きく羽ばたく卓球日本。東京オリンピックでは何人の選手たちが表彰台の上で輝くのか。ブラジルです。今回連覇を達成。決まったー、13歳真夏の大冒険。バスケも決勝まで行ったんだよ、女子確か銀メダルを取れる、信じ抜いてきた日本人だ。日
本が世界の新たな歴史を切り開いた暁5、小学生ぐらいだな。世界を驚かす日本のバスケで金メダルをかけた決勝です。マシャ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 マシシュート落ちました。惜しい、高田選手頑張ってるんです。マチダのスリー、よくないです。これ以上のバスケじゃないですよ。もうちょっと山田の今を作られたんです。スリーポイント決めました。すげえ、最後のスリー決めた。本橋大怪我からの復活。アメリカがちょっと子供と一緒にやってる。でかくてのぼのぼしちゃってないけど、すばしっこい日本人。ここで前半終了のブザーが鳴りました。50対39。トーラスのスリー落ちた。リバウンド、そしてアメリカのファストブレイク速攻。日本初めて戦い抜きました。アメリカ金メダル、オリンピック7連覇、金メダル、そして日本銀メダル、快挙だよね。走り続けました、うん、これもまたプロが来てないけど、勇気と希望が詰まった誇り高き銀メダルです。プロないでしょ。マジで超すごいです。バスケなんてね、なんか不利な感じなの。初めてじゃないの、バスケ。足に高飛び。ここまでの記録2m37cm。さあ、これを成功すれば金メダルです。スタート。もうしない。これ。深夜選手。大事ですかね。メンタリズたち。オーバー40歳。スケボー46歳。これが練習して
街角でやってたら58歳になりまして、まだこの競技の第一線で戦っています。何？元中国ナショナルチーム、ルクセンブルク代表として5回目のオリンピックです。ピカさんのチームを強くするらしい。西に打てく返したスローカー、いや、強すぎるよ。西アリエルの鉄壁のディフェンス叩きつけていきました。若い子の動きがすごい。ありがとうございます。みんなに本当に感謝しているので、早く。
田の岡田戦いです。気合が入ったいい表情ですね。この向田にとっては初使用ですが、悲願ともいえるオリンピックのメダル、金メダルがかかります。まずここは日田ですが、しっかり向田が振っていった、はい、体勢整えたようです。はい、ここは我慢して大負けだ。回ってなんとか捉えたい中野のすぐ2ポイント、大勢力先制。ここはしっかりグラウンドを守って、はいはい、まだ時間ありますので、しっかり切る、しっかり切る、ずらして回ってしまった、4回目、ここしっかりずらして、ずらして。第1ピリオド終了、4対0、法政力リード。負けてんの、もう少し相手動かして動かして、うん、あと、うまい、両足でいって、まず引き上げて引き上げて、左足を取って立ってて立ってつければ2ポイントになしますが、立ち上がれ、まだポイントにはなっていない。押し込む、これこらえる、よし、2ポイント入ってしまいました。向井が返した、左手は今手首を持っています。さあ、片足タックルに行きました、低いタックル、まだ前に来た、同点に追いついた、4対4、手が離れると、手が離さない、残り20秒、絶対に手を離してはいけない、押し出せ、押し出して、場外ポイント1ポイント、試合終了、終わりました、1点差、向井出真由、金メダル、よく頑張りましたね、最後まで。逆転で掴んだ金メダル、気持ちで、もう最後も絶対に勝つって思いを持ち続けて、もう最後まで気持ち切らさず、もう絶対に何が何でも金メダル取ろうと思って頑張りました。女の子やな、閉会式をもう一回見て、松永さんのソロパフォーマンスです。
れるんですけど。そして流れてきたのが東京都ですね、はい、日本の伝統や歴史、京都の特徴を踊りを通じて表現し、世界中から集まった選手に日本の多様性やその歴史の深さを感じてもらいたいという思いが込められています。東京オリンピックの成果が消えました。そして閉会式を締めくくる花火です。さまざまな困難の中で大会が開催できたことの感謝をこの言葉に込めて、東京オリンピックが幕を閉じました。よかった、東京にも。そういうことで、ごちそうさまでした。皆さん、ご視聴ありがとうございました。そういうことで、切れないんだ。
それでは